子が可愛い。箱もついてくるし、12個買った方が絶対お得。久しぶり、ジャックインザドーナツさんです。なんかパワーアップしとる。いただきます。どれから食べるか迷います。お、クワベギギャラクシー。クワベギで合っとる。クワベギ、こういうの好き。どっちから食べるんだ。相変わらず甘さ控えめで、噛めば噛むほど自然な味わいが出てきます。この彩りがね、なんとも楽しい。クワベギチョコミント、うわー、爽やか、とする感じです。チョコレートの甘さもしっかり感じながら、後味はかなり爽快ですね。このチョコクッキーはね、すごく柔らかい、食べやすい。チョコミントファッション、うん、うん、チョコミントの味わいは先ほどと一緒なんですけど、生地がオールドファッションっていうのがね、これまた違った美味しさがあります。これチョココーティングも分厚いので、すっごい食べ応えあります。よく合う。ラズベリーファッション、なかなかの色合いが続きますが、楽しい。うん、ラズベリーの酸味が甘さとしっかり合わさって、めちゃくちゃ美味しいです。オールドファッションの生地にすごい合いますね。抹茶きなこファッション、某ミスタードーナツさんのオールドファッションと比べると、ちょっとだけ小ぶりかなっていうのと、形がね全然違います。そして割と柔らかい、うん、
抹茶のチョココーティングがオールドファッションの生地に絡んでめちゃくちゃ美味しいです。きな粉がまたええ仕事してます。絶品ダブルリッチクリームフワッシュ。おだ。ダブルクリームがたっぷり入っちゃう。クリームあと迎えに行きます。これは絶品。このダブルのクリームが絡まることによって高級感がかなり増してます。そしてどちらも割と濃厚な感じ、滑らかな食感が最高です。クリーミー。大人の極みチョコ、カカオのいい香りがします。ココア生地がチョココーティングと絡んでチョコ好きにはたまらない美味しさです。ふんわりしっとりの食感が最高です。あと6個、あっちゅうまやね。リングでポン、どっかで聞いたことがあるかな。もっちもち、某ミスタードーナツさんのポンデリングよりもちょっと歯切れがいい感じですね。味わいはかなり優しい甘さです。絶品クリームブリュレ。これはずるいですね、なんか絶対美味しいよ。うーわ、とろっとろのクリーム、バニラビーンズもしっかり見えるんですよ。そしてこの表面のブリュレが最高に美味しい。苦味がまたね、いい仕事してます。ダブルリッチクリームシュー。生地がもっちりしてますね。シュークリームとドーナツのいいとこ取り。生カヌレドーナツ、斬新ですね。おいしい。
これは美味しい。カヌレって割と好きな人と嫌いな人に分かれるんですけど、ちょっと苦手な人でもね、これはねめちゃくちゃ美味しく食べれると思います。癖が全然なくて上品な味わいがします。そして最後1個、ギャラクシードーナツ。かっこいいですよね、なんかね。うん。うん。すごくね、この色合いからしたらどんな味なのって思うと思われるんですけど、割と素朴な味わいです。不思議。ごちそうさまでした。ジャックインザドーナツさんのドーナツ各種、大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。翔十五でした。久しぶりにいただきました。もう楽しいですね。もうデザインがもちろん美味しい。ジャックインザドーナツさんのドーナツは割とね、甘さ控えめだと思います。斬新なね、新商品をまた期待しております。全部食べたい。